大英過去に存在した、大英の店舗過去に存在した北海道地区、東北地区の大英の店舗過去に存在した、北海道地区、東北地区の大英の店舗は、株式会社、大英及び子会社の北海道地区、東北地区における閉鎖店舗を掲載している。かつてフランチャイズ提携により大英の店舗として営業していた店舗で、フランチャイズ中の閉店、 フランチャイズ契約解除による離脱の店舗については過去に存在した大英のフランチャイズ店舗を参照。現行店舗については大英店舗情報を参照。1977年に北海道大英直営の2店舗を移管。1990年3月に北海道大英を九州合併。全北海道の進出は1973年11月26日に。 開業した札幌店に始まり、その後、地元資本の会社を設立し、ことに、麻生、厚別、手入と店舗を増やすも、大英の経営的ダメージの影響で、多数の店舗が閉鎖に追い込まれた。2015年9月1日に、イオン北海道とマックスバリュー北海道に、全16店舗を継承して、完全に撤退することになった。札幌市、 道央道東道東東北道東南完全撤退地区。1972年に山形店を開店して進出した。2016年3月1日に本州の総合スーパー29店舗がイオンリテールストアに承継されて最後までダイエーとして営業していた仙台店が運営がイオンリテールに移管され、2016年3月8日に閉店した。 三戸大英仙台店大ワリース株式会社が LOC システムを活用した商業エリアとして開業した。閉鎖後はブックセンター湘南が運営するリサイクルショップとなり、同店閉店後解体され駐車場となった。現在、同地には大型商業施設ブランチ仙台が大ワリース株式会社によりオープンした。中通り急トポス郡山店本館。 大町商店街がワイリグビッグアイ22階から、望む、キュートポス氷山店浜通り、プチマート小高店合図村山地域大栄、小花沢店5月撮影庄内地域商工、バスターミナル1月撮影奥には、マルハン最上地域をいった地域。ありがとうございます。